先生、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。いえいえ、星野先輩。先生、明けましておめでとう。おじさんにはこの冬の寒さは答えるよ。新年の挨拶は大事だからね。先生はお仕事？今日くらいゆっくり休もうよ。そうですよ先生。そうだ、せっかくですから耳掃除しましょうか。今年初の耳掃除始めです。あ、いいね。ならおじさんはののみちゃんに膝枕されて耳かきされてる先生を枕にして昼寝しようかな。いいですね、星野先輩と私とアミダスのみんなも一緒にくっついてお昼寝しましょう。あ、そうでした。おー、いけないいけない、いや脱線しちゃったね。実は私たち先生をお誘いに来たんです。はい、みんなで集まって新年初遊びしましょうって話になりまして。そうそう、それでこの後みんなで合流しようと思ってね。しろこちゃんとあやねちゃんはバイト上がりのセリカちゃんを迎えに行ってるんだ。先生も一緒にどうかな。星野先輩ったら、こんな寒い日に外に出るのは寒くてしんどいよなんて言ってたのに、先生も誘ってって話になったら乗り気になってくれたんですよ。ののみちゃん、それは言わない約束だよ。すみません先輩。うわぁ、うん、じゃ行こうよ先生。今年もみんなでいっぱい楽しいことしようね。